らっしゃい。大将、手に持っている三角のものは三角チョコパイだよね。この三角チョコパイの紐を引っ張るとこうなるよ。中谷雄心のオールナイトニッポンモバイル。中谷雄心です。今回で100回目の配信となります。イエーイ、パーンということでね、皆さん分かりますか、この今ねスタジオの中でクラッカーを鳴らしてるわけなんですけれども、はい、おめでたいということで、大将がクラッカーでお祝いしてくれました。ありがとうございます。そうですね、このねなんかクラッカーを久々に匂うね、このあの火薬の感じ、いい、僕あんま好き、あの好きじゃないというか、わりかしこの匂い好きなんですけれども、はい、久々な感じでありがたいです。大阪府松原市出身22歳のシンガーソングライター、役者もやらせていただいております。よろしくお願いします。はい、100回目迎えました。皆さん本当にねありがとうございます。この中谷雄心のオールナイトニッポンモバイル100回ね、皆さん聞いてくれてのこのね100回目を迎えれたんだと思うので、本当にねありがたい限りです。皆さんメールとかねいろいろ寄せてくれて本当に助かっております。はい、今月は、もう3月に入ったんですけれども、まあ先月を振り返ると舞台があったり、キューブ三銃士モンスターズというね、そのコンサートに、まあ、サポート役というか、ヤングモンスターズとしてねなんかこう参加させてもらったんですけれども、いろいろあったんでちょっと2月を振り返ろうかなと思います。で、まあ最初はライクエーというライカという舞台なんですけれども、どうですか、見に来られた方ね、リスナーの方もなんかいらっしゃると思うんですけれども、どうですか、楽しかったですか。まあ大雑把に言うとミュージカルだと思うんですけれども、あの舞台はそうね、僕が歌ってるところを見るのはねもちろん、まあこのラジオでも歌ってますし、まあ演技してるのもね多いんで、最近見られてる方もいらっしゃると思うんですけれども、皆さんの前でダンスを踊るというのが多分初めてだったんじゃないかなと思うんです。で、まあどうだったんだろうなっていう反応を、僕はねそのだからダンスの反応を一番知りたいんですけれども、ちなみにこのライカには、このねラジオのディレクターの岩永さんも見に来てくれたんですけれども、どうでしたでしょうか。僕のだからダンス、まあ割りかし踊ってたでしょ、どうですか、カッコついてましたか。あーよかったよかった、そんな変ではな、浮いたりはしてないですよね。あ、よかったよかったです。あ、不慣れな感じも感じてしまったんですね。あーよくないですねでもね本当難しいんですよ、このライカの舞台のダンス、すんごいレベル高いダンスで、しかも踊りながら歌わないといけないということで、すっごい大変だったんですけれども、まあ練習いっぱいしてね、稽古期間もあったんで、ね頑張りました。でこのライカがですね、先日発表になりました、シーズン2やるみたいです。はい、まだキャストは発表されてないので、まあ僕が出れるかどうかもまだ決まってはいないんですけれども、まあシーズン2おめでとうございますということですよね。もし出れれば本当に嬉しいですし、まあもし仮に出れなくても本当好きな作品ですので参加させていただいてね、しみじみ思ったので、かっこいいなとね、普通にお客さんとしても見に行こうかなと、考えております。はい、皆さんもよかったらチェックしてみてください。もう発表にはなっているので、来年の1月みたいですよ、それは決まってるみたいです。はい、よかったらチェックしてください。そしてキューブ三銃士モンスターズコンサートアゲインということでね、あれなんですよ、会場がオーチャードホールという、まあ、渋谷の文化村にある、何人ぐらいあるんですか、2000人ぐらい、まあ、2000人、まあ、アバウトですけれどもね、そんぐらいの人数だと思うんですけれども、僕以前そのオーチャードホールに井上陽水さんのライブを見に行ったことがあって、だから
まあすごい由緒ある会場だと思ってたんですよ。ああいうすんごい大御所の人がやるような、っていう僕イメージだったんですけど、まさかね舞台側からその客席を見れることになるとはもう本当思ってなくて、夢にも思ってなくてね、去年は。で見て、まあ本番は舞台にもちろん立つんですけれども、あのワンデイモアというレミゼラブルの曲を歌うんですよ。で、まあ10人ちょっとぐらいの人数でワンデイモアというすんごい迫力のある歌を、こう更新するね、足踏みしてこう更新する演技をしながら、こう僕が先頭になったりして歌うことがあるんですけれども、それがねまあ気持ちよかったですね。やっぱミュージカルの曲ってなんかこう毛穴がこうざわざわざわってなる、こうわーってこう興奮する感じがよくなんか僕は感じることが多いんですけれども、なんかねそれをやってるなっていう感覚に慣れて、ああこれはまあ今はこうねヤングモンスターズとして立たしてもらってる側ですけれどもね、いつかこうちゃんと自分ができたお仕事として、立てればいいなと思います。それはもちろん音楽でもそうですし、あのモンスターズの皆さんみたいに、ミュージカルでもそんな感じでね、ミュージカルでも出て、大きな舞台にも立ちたいし、舞台演技としてもねいろんなところにこう幅を広げてね、ちゃんと成果を出していきたいと思ってます。はいはい、そうですね、企画に行きましょうかね。はい、企画に行きましょうか。中谷雄心100回記念トーク。中谷雄心のトーク力が試されるトーク企画です。その場で出されるトークカードをめくって話題を広げていきます。はい、今回は配信100回目を迎えたということで、100がテーマです。100にまつわるいろいろなトークのお題が出されます。今回は記念すべき100回ということで、トークが弾まなければ罰ゲームがありそうです。ちなみに3種類罰ゲームはあるんですか？あるんですね。なるほど、いきましょうか。じゃあ、はい、トークテーマ1個目、弾むってどういうことですか？盛り上がるってこと？みんなが笑う、まあまあ盛り上がればいいのか。はい、開きますね。 100m、 そう、100m、 何でもいい。はい、 OK です。 100m で、トーク広げます。じゃあ行きましょう。ですね、まあ 100m というのはですね、まあ中学生がやっと体育で走り出すぐらいの距離じゃないかな。小学校は多分まだ 50m 走とかね、まあ、6年生は 100m 走があると思うんですけれども、大体皆さん平均は何秒ぐらいなんですか？大体12秒、それは言い過ぎたか、14秒、77で僕多分ね12秒ぐらいだったと思う。12秒ちょいとか、わりかし足早かったです。でもだからな、 50m 走はね多分6秒89とか多分そんくらいだったんですけど、 それ多分早い方ですよね。早い方だと思うんですけれども、僕はだから高校に行くときね、高校に進学するとき、中学校3年生を終えて卒業して、あ、これから高校だと思ってまあ、行くわけじゃないですか。近代附属高校っていうところなんですけど、僕はで、まあ足速い方だと思ってるわけで、自分はよし、まあまあ運動神経もいい方だろうと思って入って、僕はスポーツ推薦で、テニスのスポーツ推薦で入ったんで、スポーツクラスに入ったんですけれども、いざ身体測定というか、しますってなったら5秒台が出たり、5秒9、5秒8がいたり、まあ6秒ちょうどなんてもう普通とか、なんかもう6秒5が、ああまあ普通に早いなぐらいで、まあ僕なんて逆にちょっと遅いぐらい、引いてそれでね、まあ体育大会で僕走ると思ってたんです、勝手に。なんかねバトンを受け取る、でも全然無理で、スポーツクラスってすごいなって思った話。ああ、ピノシさんなんで怒ってんの？なんで怒ってるんですか？で、いや僕もちょっとキワキワだなと思って言っちゃった。
あ、次が難しいんですね、甘めにね。いや探したよ、でも 100m って言いながら。はい、じゃあ得点末。はい、トークテーマ2個目は100度、いきましょうか。100度というのはですね、沸騰する温度なんですよね。これは僕知ってます。100度というのが沸騰する温度なんです。で、まあね、沸騰といえばカップラーメンですよね。違うか。100度といえばこれ罰ゲーム。これ無条件にこうやって入ってくるんですか。もうちょっと聞かれるかも。早いよ。激早だな。早い。急にスパルタだな。え、これもうこの時点で罰ゲーム分かってるんですよ、僕。コント、さっきちょっと甘めにしたからもう罰ゲームさせようっていう。え、なんか飲み物ですけれども持ってきて、え、丸2って書いてある紙コップで飲み物が入っているんですけれども、一気、これ見た目はお茶ですよ。まあ気の抜けたコーラかもしれないけど、なんだろうな。これちなみに丸2って書いてあるじゃないですか。丸1とは違うんですか。ちょっとグレードが上がる。え、じゃあ丸1の方が優しいってこと。じゃあ、皆さん、はい、すいません、見えないと思うけれども、一気にこう割りかしの量があるんですけれども、飲みたいと思います。はい、これちょっと水スタンバイしてていい？いい？はい、いきます。死にかー。うわー、苦っ。苦っ。激苦茶。苦っ。逃げー。あー、苦っ。なんか口臭なりそう、なんか。苦っ。これ、バラエティで言うとどんくらいなんですか？レベル的に。まあまあじゃないですか。まあまあですか？これね、いい具合だと思う。飲めるし、リアクションしやすいと思う。多分そんくらいでしょ？ね、リアクションしやすいぐらいの飲み、なんて言えばいいかな、おばあちゃんとかが飲んでるなら理解できるっていうぐらい。あ、でも苦いな、まだ苦いもんな、口の中。なんかね、お茶ってもともと苦いもんだけど、何倍ぐらいだろう、まあ100倍ぐらいですかね。マジ苦い。ここの次もっとグレードアップってこと。やばっ。はい、じゃあ3行きましょうか。でもね、僕過去の虫よりいいかも。前虫やったんですよ。で、なんか佃煮みたいなコオロギがいたんですけど、それはまあいけて、ガがいたんですね。だってガじゃないけど、ラがいたね。カイコみたいな、あれがシャレならんかったっていう、僕の中ではね。で、それより全然マシでした。まあ、まだ苦いけど、ベロが苦い。はい、開きます。3つ目、100日。そうですね、はい、100日というのはですね、いろいろあるんですけれども、わりかし僕の頭の中ではポッポッポってなんか浮かぶことが、てか口がまだ苦いな。ちょっと待ってね。まあ、まず浮かんだのは、100日のサマ。知ってます？映画。まあまあ、それは、でも広げようと思っても、わりかし昔に見た映画なので、ちょっと記憶も乏しいですし、これ、まだ、苦茶を飲むことになるかなと思うので、100日記念日の話をします。100日記念日っていうのは日本にはあんまり文化としてはないんですけれども、韓国では100日記念日が1年記念日ぐらい重要、まあ結婚記念日ぐらいなんかすごい重要視されてるらしいんですよ。だから200日記念日もあるらしいですし、韓国の人っていうのは記念日が多いらしいんですよ。で、まあ僕一時期私たち結婚しましたっていう番組にハマりまして、それは仮装夫婦を演じるわけですね。トップ俳優とか、まあ芸能界のトップの男女2人が夫婦になるんですよ。無理やり設定されるんですね。で、それで、まあ
はじめまして夫あの妻ですよろしくお願いしますっていうところから入って、まあ、いろんなこうね出来事を家の中で起こったり撮影現場一緒に行ったりでも番組としてついていってるから全然ねその周りから見られても周りから見られることも気にしなくていいんですけどなんだろうな日本の感覚と違うのはほんまにね素の感じです二人が素の感じを見して本当にキスしたりするんですでまあだから本当に恋愛してるように、まあ、僕はですけど見えるからキュンキュンしたりあ切なくなったりちょっと涙流すこともあったりして韓国の恋愛観ってねこれ近いけど全然違うんだなと思って皆さんよかったら私たち結婚しました見てくださいチャーチャラチャッチャッチャッチャーでしょなんで今なんで違うくないなんでえひとしさん判断どういや俺もチーンでチーンか100って無理じゃあだいぶ甘かったんですね1個目ねうんじゃあ多すぎるもう色が違うやんえあのですね先ほどはとまあ液体の色は一緒なんですけれどもそのなんていうんですかコップにへばりついてるんですよねなんか粉がその抹茶みたいな粉があるんですけどそれが真っ赤っかでえこれにこれだけ聞いていいですか苦いんですか辛いんですか辛いです最悪だって真っ赤っかやもんこれお茶なんですかお茶ですお茶なのに辛いってことあちょっとさっきよりグレードアップっていうのが躊躇するすごくえちなみに1個目は何だったんですか激甘あ激甘ピッと飲んでみていいですか、はいあのこれ本来僕が飲むはずじゃなかった激甘ねあんま気持ち悪いこれ売ってるんですよねちゃんと煮出したやつなんで大丈夫ですやばいこれ結構僕2よりこっちの方が結構きついこの少量できつい僕これちょっとひとしさん飲んでピッピッとだけやばいでしょ、うん、嫌な甘さじゃないですか甘苦だね甘苦、うん、な変だね抹茶甘いなんかまあいいやこの辛いのじゃあ一気に飲みたいと思います嫌だなはい行きますうわもう匂いが辛いまあいいや行きます辛い辛いマジで辛い無理もうこの甘いのはいらない甘いのいらないちょっと飲んでまつマジでまずいはあやばいポカポカするあちょっと残ってるんでピトシさん辛いやつお辛いでしょやばいでしょもうだってもう胃がポカポカしてますもん僕今でこれ で甘いの飲んでクソまずいんでで甘いのクソまずいでしょおおやばこれすげえな汗出ますいやーやばすぐ来る辛さです飲んではい辛いっていうね、うん、そうですねちょっとやばい胃がポカポカしてるもうこの企画は終わっていいんですか以上100回記念トークでした中谷雄心のオールナイトニッポンモバイル最後は生歌です僕が歌いたい歌をアコースティックギターで弾き語りをしていきます、今回選んだ歌は福山雅治さん桜坂、この配信日は3月7日ということでもう春もね
もう春ですよね。てかまあ暖かくなってきてるし、もうちょっとで桜も咲くんじゃないかな。目黒川沿いとかね、すごい東京に来て綺麗だなと思ったんですけれども、なんか桜って妙なもので、あんなに綺麗なのになんか切ないじゃないですか。あの歌とかもそうですけれども、なんかそれは何だろうな、あんなに綺麗なのにすっごい量散るからかなと思って、すごいだからね、川のその水面が一面桜になったり、その散っていく様というか、その、まあ、桜の葉は5枚あるんですけれども、5枚が一辺とも散ることはあんまりなくて、しかも1枚1枚ね、ひら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 とすごい芸術的に、散っていく様がちょっと切なく感じたり、それも綺麗に感じたりする、なんかそういう日本人にとってはすごく大切であり特別な花なのかなと思うからこそ、こう桜ソングというのがこの、ね、世の中にいっぱいあると思うんですけれども、その中でもあのこのラジオでは本当たくさん歌わせていただいている福山さんのね、あの音域というか素晴らしい低音とか、メロディー感が、僕は本当に好きなので選ばせていただきました。聞いてください、桜坂。君をずっと幸せに、風にそっと歌うよ。うけ愛は今も愛のままで、揺れる木漏れ日、香る桜坂、悲しみに似た薄紅色、君がいた恋をしていた、君じゃなきゃダメなのに、一つになれず愛と知っていたのに、春はやってくるのに、うえ夢は今も夢のままで、あ季節は変わるけど、愛しき人、君だけが分かったてくれた、憧れを追いかけて、僕は生きるよ、愛と知っていたのに、春はやっ夢は今も夢のままで、幸せに風にそっと歌うよ。受け愛は今も愛のままで、中谷英信のオールナイトニッポンモバイル。
第100回目も終わりの時間です。皆さんどうでしたでしょうか。なんかラジオでリアクションをするっていうなかなかね斬新な、企画だったんですけれども、企画っていうかね、まあ、僕が盛り上げれなかったからだけど、あのね、なんだろうね、あの辛かったけど全部ね、だから1個目甘い、2個目苦い、3個目辛いで、まあ僕は2が一番飲みやすいで、次にね辛いのかな、甘いのが異常にまずいです僕。でもあれでしょ、岩永さんがつけた順は優しい、普通、きついってことで、多分あの甘いが一番優しいと思ったんでしょうけど、全然この甘さ嫌じゃないですか。なんかすんげえ甘いんだけど、なんだろうな、2割苦いみたいな、なんかよくわかんない甘さ、なんか甘いなら甘くしてくれっていう感じの、なんかね、この甘いのが僕は一番嫌だったな。これどっか行ったら買えるんですか、皆さん体験できると思ったら。アマゾンで売ってるみたいです。皆さんね、よかったらあの体験してみてください。こんなんなんかね、 YouTuberの方とか見てたらよくやってそうな感じですけれども、これが出てくるみたいなんで、皆さんよかったら試してみてください。はい、そしてですね、3月に入ったということでですね、僕あの久々ですけれどもライブをします。3月19日月曜日、スリーマンライブ Let's do this、 違うわ、 Let's do things、 はい、 Let's do thingsということで、下北沢ラグーナにて、スリーマンライブします。よくここあの使わせてもらう会場なので、ね、アコースティックな感じでまたやりたいと思っております。そしてですね、5月10日にも同じく下北沢ラグーナにて、次はツーマンライブをします。アラウンド&アラウンドということで、ツーマンライブするんですけれども、お相手は香川博光さん。あの香川さんはですね、シングシングシングという番組に僕ね、セカンドシーズンに出てたんですけれども、まあ優勝したんですね、セカンドシーズンで。香川さんはサードシーズンを優勝された方です。僕会場で見てまして、うまいなと思ってね、最後の曲は栄光の架け橋を歌われてたと思うんですけれども、すごいあの綺麗な通った声で、僕の声質と結構ね違う声あの感じだと思うので、遊びに来てくれたらあのすごい楽しめると思います。あの香川さんの声も、すごい違う感じに楽しめて、まあ、僕は、皆さん楽しませるように頑張りますけれども、よかったら、チェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、ちょっと日付は戻ってしまうんですけれども、3月26日に、CIA という僕の所属しているキューブ若手サポーターズクラブというものをいうもののイベントがございます。春のファン祭り、これがですね、山のホールというところ、すごい広いところなんですけれども、にて行われます。チケットはまだ発売してるみたいなので、よかったらチェックしてみてください。いろんなね、イケメンに会えると思います。そして公式モバイルファンクラブもあります。無料ですので、よかったらアイシングユーシング登録してほしいなと思います。ホームページをチェックしてみてください。そして番組にメッセージをください。受付メールアドレスは yushin@allnightnippon.com、 yushin@allnightnippon.com、 たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組は毎週水曜日に更新されます。次回もぜひ聞いてください。よろしくお願いします。中谷由心でした。バイバイ。